こんにちは、レイカーチャンネルのレイカーです。今日は、180の TT とスタート練習をするんですけど、特別ゲストを呼んでおります。じゃあ、はい、自己紹介を。ビアティミエランニングクラブから来ました矢橋弘明です。 100m のベストは10秒30です。10秒30の選手が今一緒に練習をこれからします。ただ彼だけではないんです今日は。では2人ともよろしくお願いします。こちらに。こんにちは。はい、こんにちは。じゃあ自己紹介をお願いします。 NTA の陸上競技部の小林雄一です。はい、同じく NTA 陸上競技部の久喜匠です。このビッグ超スーパースターが来てくれました。ぜひ自己ベスト2人とも100と200を自己ベスト教えてください。100m が10秒38で 200m が20秒46です。はい、僕がですね、 100m が10秒19 200m が21秒46です。ほぼ200行った方がいいですか。あ、200行った方がいいです。200の自己ベストが21秒88で、おかしい。大学4年生の時に出た200が22秒5ぐらいかかりました。超前半型の100特化型の選手です。今日で180、楽しみ。楽しみですね。180ね、今日180の今日も TT を調整してきました。するんだ。楽しみ。この4人とユティックのメンバーで、スタート練習 SD の 30m と 60m、 そして最後 180m の TT をしたいと思います。レイカーチャンネル、ここから練習の動画に行くんですけど、その際に行ってみようっていう動画、動きがあるんですよ。はい、教えて。行ってみよう。反対なんですよね。こっちです。右下から左上に、はい、これ、はい、山形さんみたいな。これね、これみたいになっちゃう。じゃあ早速行ってみようで、こっちから、お願いします。はい、はい、では早速行ってみよう。よーよー。始まりました 30m スタート練習。左から村田監督、小林選手、そして私、エイクラ、久喜選手、岩崎選手、平野選手、矢橋選手と並んでおります。選手の 100m の自己ベストで表すとこんな感じ。この中で練習できるっていう喜びがこの時はすごいありました。では早速練習に移りましょう。SD の方に。なるほど、繋がります。その一人一人の解説してくれると思います。その一人一人の解説してくれると思います。一人一人このメンバーは、俺今回全然ダメだったから相当ディスってくれる。はい、1本目、注目すべき点はこの1本目です。1本目、久喜選手が圧倒的に速いんですね。隣にも速い選手がいて、矢橋選手も速くついてます。このことによりスタートの推進力を早く得られて、スタートが速いんじゃないかって考えています。隣にね、久喜選手がいると本当に姿勢低いんですよ。これみんなでのれんくぐってるって言ってたんですけど、そののれんをくぐってるくらい低いっていうスタート姿勢ですね。だいたい 20m 地点になると、前4人が 100m が得意な選手、後ろ3人が 200m 得意な選手に分かれてしまいますね。スタート2本目は左から矢橋選手、平野選手、小林選手、岩崎選手、ベイクラ、久喜選手、村田監督であります。いや、ハマったね。この一本は本当はめちゃくちゃ俺ハマってるんです。なんだけど、隣がね、60メートル歴代7位の選手と10秒19の選手なんで、全く速く見えないんだね。さっき姿勢を低くって言ったんだけど、それがハマった要因だと思ってて、重心がより前に行くことで、
スムーズに加速乗ることができたっていう感覚がありました。お次は 60m のスタート練習です。左から久喜選手、岩崎選手、矢橋選手、村田監督、平野選手です。私ベイクラと小林選手は 200m の練習であるコーナー SD をやるために別で練習しています。 60m はこの5人です。皆さん先ほどから見てお気づきでしょうか。このトップ選手の練習パフォーマンスに一人だけ監督がいること、村田監督めちゃくちゃ早いっす。はい、私の本番である 180m タイムトライアルです。内側からベイクラ、小林選手、時選手、平野選手、村田監督で走っております。練習が終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。スタートの、ね、一言感想を言いたいんですけど、まず1本目 30m は個人的には良くなかったんですけど、2本目は今世紀一のハマったスタートだったんですね。ただ隣が久喜くんで全く速く見えないという現象があったので、あそこをちょっとね、ここからシーズン始まってくるんで、ちょっと詰めてちょっとでも近づけるようにしていきたいと思います。ですね、7人で、なかなかない練習でして、僕らもすごい刺激になりました。僕らもですね、2週間後に三重県選手権があるんで、今日はすごい緊張感があるいい SD ができたなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞ試合の感覚に近いような緊張感になりました。ありがとうございます。はい、はい、そうですね、僕も同じような内容になってしまうんですけど、大先輩、みんな先輩なんで、そんな中本当に緊張感もやばくて、本当に3本しか走ってないんですけど、その3本でもう足がいかれるぐらい本当にもうなっちゃった。僕も同じく三重県選手権が、今月末にあるんで、そこで参考記録を出せれば本当にいい練習ができました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。1週間後で、ユティックも福井で、福井の記録会も同じ日にあると思うんで、まあ、それは時間ですけど、しっかりお互いに。で最後 180m の TT を、激戦の TT があったんですけど、一言で言うとね、動画はこの前に見てもらってるんですけど、180 TT、 個人的に差し切れなかったっていう、久喜君を差し切れなかったっていうのがすっごい悔しくて、同い年なんですね、久喜君と。でインターハイ、インカレ勝ってるんで、ずーっとこう雲の上の存在だったんで、あそこで勝てたらなって一本取りたかったんですけど、それがすごい悔しかったんで、もうちょっとこれから詰めていきたいと思います。クックはどうでした？はい、僕もすごい緊張感ある中で、普段なかなか150以上の距離とかもやらないんですけど、すごいいい刺激のある走りだったかなと思いました。はい、いきます。ちょっと正直緊張しすぎちゃった集中しすぎちゃったのもあったんですけど、ちょっと硬くなって、スタート動画見てもらったんですけど、スタートの瞬間すっごい雰囲気でしたね。そうですね、ちょっと入りすぎちゃったから、近づくしちゃったなってでもすごいいい気持ちの、はい、ありがとうございます。どうして赤字？そうですね、やっぱ前半からちょっとやっぱ攻めるっていうところで、
まあちょっとそこに課題があるかなって。走ってないから。俺は DNS です。あの、これやってます。スターターをやってました。完璧なスターターをやってくれたので、いい雰囲気を作っておりました。最後までご視聴ありがとうございました。そして皆さんも参加してくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではこのスーパースターたちの練習、すごいなと思った人はぜひ、グッドボタンを。これから、皆さん試合があったりとか、その時に動画をぜひチェックしたいと思う人はチャンネル登録ボタンを押して次回の動画をお待ちください。あと、いやでも、いや、お願いします。じゃあね、バイバーイ。